人は言う。未来は希望に満ちていると。今は辛くとも時が経てば楽になれる。そんな風に期待して未来を待つ。けれどセラ、忘れないでほしい。未来へ歩もうと願うなら、時には過去を振り返ることだ。これまで歩いてきた道がこれからのお前を支える希望になる。古の時、雨かけるパルシー、光を飲み込む、地に影が落ちる。これが日食なのか。知ってるの？500年ぐらい前にでっかいパルシーが現れて、しばらくの間世界中真っ暗になったって話。ノエルの時代は700年後だから、今は200年後の世界ってことだね。ただ妙だ。暗いのはここ一帯だけみたいだ。時空がまともじゃなくなってる。じゃあもしかしてこれってパラドックス？あり得る話。確かこの辺りに遺跡があったと思う。大昔に滅んだグランパルスの都市のね。なんで滅んだ？まだよく分かってないみたい。私たちは悟空に閉じこもっていたから、グランパルスのことはほとんど何も知らないんだ。グランパルスの研究が始まったのはつい最近なの。見学の方ですか？何かお困りでしたら相談に乗りますよ。ああ、聞こうと思ってたんだ。ここどこ？今何年？あ、ちょ、お、おう。AF10 年ヤシャスさんですよ。10年？クープ200年後じゃないんだ。いや、今何年なんて質問初めてですよ。お二人まさかタイムトラベラーってやつですか？クープそうそう、見学の方には地図を差し上げています。こちらをお持ちください。ぼーっとしていたら危ないですよ。パラドックスの影響で魔物がうろついていますから。パラドックスってもしかしてこの日食？はい、太陽を隠したのは巨大ファルシ、フェンリル。およそ200年先に現れると予測されていた存在です。それがこんなに早く現れた。時空が歪んでるってわけか。日食はこの辺だけで起きてるんだよな。ゲートがいっぱい出現して時空を歪めてるんじゃないか。遺跡の奥の方にもゲートがあるんじゃないですか？かなりお詳しいようですね。はい、奥の方でも見つかっています。見たいな。今あそこは見学できたかな。安全が確認されてないかもしれません。問題は2つだな。どうしてこの時代に日食が起きたのかと、なんでこの遺跡で起きたのかだ。ここに何か大事なものがあるのかな。伝説だと例のファルシは失われた何かを探してる。ファルシの探し物がこの遺跡にあるのか。もしそうなら遺跡を調べればわかるね。この先行けないんですか？申し訳ありません。ここから先アカデミー関係者以外の立ち入りは。お、危ない。この手のモンスターは追い詰められると時空稼働を起こすんですよ。有効な対策は電磁ショックですね。お久しぶりです、セラさん。あなた、ホープくんだよね。覚えていてくれたんですね。誰？ああ、アカデミー第一研究ユニット主任、ホープ・エストハイムです。あなたはノエルさんですよね。正解。誰かに聞いた？数年前ビルジー遺跡にセラさんと一緒に現れた。あれからゲートを分析した結果、ここに現れると予測されていました。こうして会うまで信じられなかったんですが、本当に時を超えて無事でよかった。僕の時間は止まっていたんです。みんなが消えてしまってから。ホープ君、ここあんたの感覚だとセラがいなくなってから何年も経ってるんだな。セラさんだけじゃありません。スノーもサッツさん親子もみんなこの10年の間にどこかへ消えてしまいました。そっか。数年前にパラドックスが発生した時、この謎が解ければ皆さんに会えるかもって。もうホープ先輩、私を置いて先に行っちゃうなんてひどいんじゃないですか？私より年上になっててびっくりしたけど、ホープくんはやっぱりホープくんだった。お姉ちゃん、ホープくんは静かに話を聞いてくれた。私だけがお姉ちゃんの笑顔を覚えてたこと、お姉ちゃんとバニラたちを救うためにスノーが旅に出たこと、それからノエルが未来から来たことも。お二人に見せたいものがあるんです。お話は歩きながらでも。ご案内します。では。どうしてアカデミーに参加したの？償いです。バニラさん、ファングさん、ライトさん、僕らの戦いはあまりにも犠牲が大きすぎました。お姉ちゃんもバニラたちも命を守りたかったんだと思う。私たちは命をもらったの。5年ぶりなんですよね、ノエル君、セラさん。全然変わってなくってびっくり。当然。あの時アリサと会ったのも遺跡だったよな。遺跡は人々の記憶にとどまる場所。記憶と記憶、時の重なりやすい場所なのかもしれませんね。僕らは未来を託されたんです。ファルシに変われるのではなく、人間の力で社会を作るために研究を重ねる、それが僕にできる償いなんです。テラさんにとってここは近未来の世界なんですよね。いろいろ聞いておきたいこともあるんじゃないですか？アカデミーってあれから大きくなったのか？ノエル君たちの知っている頃よりずいぶん大きくなってるかな。アカデミーの理念であるファルシに頼らない生活が実現しつつあるんです。おかげでこれまでのいろんな対立が消えて、アカデミーを中心に人々がまとまってきています。よかった。未来への希望が見えてきたんだね。主任のお客様ですか？どうぞお通りください。ご苦労様です。アカデミーって研究組織なんだよね。どうして軍隊を持っているの？ファルシの力に頼らず、人間の力で人々を守る。単純な現実ですね。時の乱れがモンスターを発生させるんです。パラドックスを解決する知恵と脅威に対抗する力、どちらが欠けても守れはしません。本当にあれから10年も経つんですね。長い道のりでした。ホープ君は今でもお姉ちゃんがクリスタルの柱になったと思ってる？僕だけじゃなくてサッツさんも納得いかないってぼやいてました。え、サッツさんも？ええ、あのライトさんがセラさんを置いて消えるなんてありえないって。一人で背負うな、みんなで希望を探そうって言ったのはライトさんでしたから。サッツさんとドッジ君はどうしてるんだろう？連絡が取れないんです。ドッジ君を連れてグランパルスに移ってパイロットをしてるって話は聞いたんですが、ある時2人とも急にいなくなって、かなり探したんですがダメでした。みんな本当にバララバラになっちゃったんだね。だからセラさんに会えたのは僕の救いです。サツさんもスノーも今は違う場所にいるけど、みんな目指すものは同じじゃないかって思い始めています。スノーの行き先、ホープ君は聞いてない？すみません、何も。旅に出て以来スノーは一度も戻っていないらしいです。10年ぐらい帰ってないのか。俺たちと同じように時間を旅してるんじゃないか。可能性はあります。スノーなら現在の時空を覆う異変、ゲートとパラドックス現象に気づいてるはずです。あ、クポー、ここって古代都市だよね。パドラの都と言われています。時読みの一族と呼ばれる人々の王国だったそうです。時読みの一族、ここに昔時読みの仲間がいっぱい住んでたってこと。仲間という言い方が正しいかは分かりませんが、未交頂点とする社会だったのは確かです。見えているか、ここにいること。この国パドラは巫女がリーダーだったんだよね。はい、巫女は時を読み未来を見て国の全てを動かしたユールだ。ありがとう。あなたは時を超える人だ。知っていてもおかしくないですね。時読みの巫女は代々ユールという名を継承して人々を導いたそうです。時を読む力があるのにどうして滅びたの？未来が見えるなら危機を予知できたはずでしょ。滅んだのは未来が見えてしまったせいですね。巫女ユールはこの都市の滅亡を予見したようです。ある者は滅びの運命を変えようとした。またある者はこの町を捨てようと主張した。絶望して自暴自棄になった人たちもいた。考え方の違いが対立を生んで大きな争いが起きた。未来を知る力が人を惑わして不幸にすることもあるんです。まったくな。だから一族は消え、他人を避けて荒野をさまようようになった。よく知ってますね。そうだ先輩、早くあれを見せた方がいいんじゃないですか。これです。ここに今回のパラドックスの核心があります。僕が研究しているのは予言の書。何？知っているんですか？あ、いや、少しだけ。これが予言の書。書といっても古代の記録装置ですけどね。同じものがいくつか発掘されているんですが、ありえないものが写っています。実際に見てもらった方がいいですね。こうやって見るんだ。地層の遺跡に埋もれていました。分子年代測定の結果、装置が作られたのもデータが書き込まれたのも数百年前のことです。なのにお姉ちゃんやみんなが写っていた。過去の誰かが未来を予知して記録を残した。おそらくは時読みの巫女でしょうね。問題はここからです。ノイズがひどいんですがわかるはずです。だと思いますが、断定するには映像を細かく分析しないと。でも壊れてる。違うんです。データにも装置にも異常はなしなのに、再生するとこうなってしまう。ひょっとしたら壊れているのは書ではなく、僕たちがいるこの空間の方かもしれない。パラドックスの影響。時空が歪んでいるせいで予言の書もおかしくなったのだとしたら、パラドックスを解消して時空が元通りになれば映像も再生できて、お姉ちゃんのことがわかるんじゃない？僕の考えも同じです。オーパーツ。やはりこれが鍵になるんですね。僕らも解析してみたものの、どう使うのか。俺たちならそれで時を超えられる。お渡ししておきます。僕らにはまだ扱いきれないものですから。私たちが時の狭間を飛び回る間に、ホープ君は何年も研究を続けてパラドックスの謎に迫ってた。原因がゲートならそれを見つけるのが解決の道。お姉ちゃん、私少しずつ近づけてるよね。ゲートを探そう。遺跡にあるって話だったね。予言の書をお見せした理由、お分かりですよね。ありがとう。お姉ちゃんのことホープ君も探してくれてたんだね。はい、わずかな手がかりですが、セラさんにだけは見てもらいたかったんです。研究の成果もお知らせしたかったし。ホープ、バルハラってなんだか知ってるか？確かパドラの古文書で見たことが。未知の地名らしいですね。他に何か知らない？ノエルはお姉ちゃんとそこで会ったの。すみません、古文書から解読できたのは断片だけで、見えない世界だとか不可視世界なんて呼び名ぐらいしか分かっていないんです。あ、ここかな、ホープ君の言ってたゲート。多分。何か気になってるんだね。正解、俺個人の問題。時読みの巫女のこと？図星、よく分かったな。不思議だよね、いろんな時代が見えるなんて。そういや、ライトニングが言ってたな。バルハラからは全てが見えるって。パドラの巫女とお姉ちゃんは同じものを見たってこと？これから何が起きるかお姉ちゃんは知ってるの？クポ？ノエル、どこかおかしかった。パドラの巫女、ユールの話を聞いてからずっと。でも気が気でないのは私も同じだよ。予言の書に写ってたのは本当にお姉ちゃんなの？ゲートの向こうでパラドックスを解決すればきっとわかるよね。あ、これは世界が壊れてる？全てが滅んで世界が消えた後の未来か、それとも世界が生まれる前の過去か。時空の歪みがとんでもないクポ。過去と未来が絡み合ってるみたいクポ。空間そのものがパラドックスだね。パラドックスの原因を探そう。何もない世界。パラドックスを仕掛けた誰かが望んだ世界なの？パルシュが立ち去った世界さ。見捨てられた者たちが望んだ無の世界なんだ。知ってるの？おとぎ話を思い出しただけ。クポ？怪しい気配クポ。モーグリー。クポ！クポクポ！迷宮。ここはパラドックスの交差点だね。過去と未来がこの時空で交わってるとすれば、全部の謎を解けば今起きてるパラドックス現象も終わる。いい推理クポ。楽勝。うまくいったねクポクポ。君たちなら当然クポ。クポクポ。順調。あとはゲートとオーパーツを見つけるぞ。他にも何かあるかも。いろんなものが正しい姿に戻ったみたい。このオルバ卿はね、クリスタルになって国運を支えてる2人の故郷なんだ。2人は何百年も眠った後、私たちの時代に目を覚ましたの。グランパルスの生まれなのに国運を助けてくれたの。時を旅して未来を救ったんだな。そうとも言えるね。これ予言の書だよね。うん、ダメ。あっセラ。許してくれセラ。おいおい、それこっちのセリフさ。結婚を許してくれ。気が早いな。結婚は生きるってか。頼む、誓うよ、絶対に幸せにする。信じるよ。私の記憶は本当のことなんだよね。予言の書が書き換わった。まさか。未来が変われば過去も変わる。続きがあるの？今の続きがな。カイアス、あなたたちは見てしまった。ユール、ユールって時読みの巫女。あなたのユールは私じゃない。一人として同じユールはいないさ。カイアス、あなたはお姉ちゃんと戦っていた。どうしてこの時代へ。君たちが時間の中を飛び回っていることは知っている。ユール、よく見ているからね。俺たちを見ているのか。君はその意味を知っているようだな。ならば、そういうものに私が加える制裁のことも分かっているはずだ。罪は君たちの血であがない。やめようガイアス、あんたとは戦いたくない。私は君の知っているガイアスではないよ。歴史を変える重みを知れ。必要ない。すでに変わってしまっている。受け入れるのか、ユール。未来が変われば過去も変わる。戻ったらあなたが望んだ過去。帰ろう。これ以上時を見ないように。ユール、クポーオーパーツクポー。どうしてカイアスが。ノエル、カイアスって人一体誰？あの人の顔、前に夢で見たことがあるの。知ってる顔だと思ったけど、俺の知り合いじゃないらしい。いるはずがないんだ。同じなのに、同じ顔で同じ声で、なのに俺のこと全然知らない。ユールさん、聞かないのか。ノエルだったら話せるようになったら話してくれると思うから、今は大丈夫。ありがとう。お姉ちゃん、オルバの里では本当にいろんなことがあったよ。時読みの巫女が記した予言の書。巫女と同じ名前の女の子、ユール。夢でお姉ちゃんと戦ってたカイアスって男の人。一番気になるのは、2人と会ってからノエルまで元気がないこと。そしてもう一つ気になること、ユールもカイアスも同じ言葉を口にした。未来が変われば過去も変わるって、これってどういう意味なのかな。私たちはパラドックスを解決して未来を変えた。ホープ君たちの待つ過去も変わってしまっているのかな。日食が終わったんだね。終わったというか、最初から日食なんてなかった。そういう歴史に変わったんじゃないか。パラドックスが起きなかったらホープ君もここには来てないのかな。パラドックスがなくても予言の書を調べに来てるかもしれない。探してみよう。ユールは未来が変われば過去も変わるって言ってたよね。未来でパラドックスを解決したから日食は起こらないって意味だろうな。納得していいのか。あのカイアスって人、何か知ってるみたいだった。パラドックス、日食を起こしたのもまさかあの人？違うな。時の運行を守るって言ってただろ。わざわざ自分で歴史を変えるのはおかしいね。ねえ、あの人のこと知ってるの？俺はカイアスに戦い方を習ったんだ。時代が違いすぎるからオルバにいるはずないけど、顔も名前も同じなんだ。私たちと同じようにゲートを使ってるのかな、歴史を守るために。だとしたら許せない。俺たちを残して自分は出て行って、そのせいでユーラ。日食を起こしたファルシは何を探して空を巡ってたのかな。未来だったりしてな。おかえりなさい。ユール、あなたもゲートでここへ？あなたが会ったのは違う私、遠い未来の私。ここにも俺を知らないユールか。知ってる。あなたたちのことは見ていたから。あなたは未来が見えるの？私は時を読む。時を読んで正しいところへ導く。会って確かめたかったあなたのこと。あなたも私と同じ。どういうこと？あなたならきっと導ける。わからないよ。同じって何が？ユール、この時代にもいたんだな。ノエル、大丈夫？ああ、突然だったんでびっくりしたけど。あなたも私と同じってどういう意味だろう。きっと導けるとも言ってたな。私に大切な使命があるとか、そんな風に聞こえたけど。時を正しいところへ導くってことか。ノエルと一緒に未来を変えることなのかな。時を超えてパラドックスを解いて、同じ顔の女の子に2回も会って、やっと予言の書の場所まで戻ってきた。ホープ君たち、ちゃんと待ってくれてるかな。私たちのこと覚えててくれるといいんだけど。誰もいなくなってたらどうしようかと思った。パラドックスじゃなくて遺跡そのものを調査してるみたいだね。先輩、待ってるって誰を？わからない。でもここに来ると思うんだ。パラドックスが解けた世界では最初から日食なんてなかったことになっていて、私とノエルのことを誰も覚えていなかった。だけどホープ君だけは私を待っていてくれた。ホープ君の記憶も変わってしまっていた。10年ぶりの再会をもう一度やり直すことになったけど、パラドックスが解消したせいで自分たちの記憶が変わったんだって疑うことなく信じてくれた。そしてお見せしたいものがあるんです。身の状況も不明ですが、一つだけ確かなことが、いつの時代かはわからないけれど、そこにはライトさんがいる。オーファンを倒したあの時いなくなってしまったライトさんは、未来のどこかで生きてるんです。夢じゃないんだよね。必ず会えます。うん、会いに行くよ。カポカポ。大丈夫ですよ。僕たちだって時間を超えて再会できたじゃないですか。何年も研究した甲斐があったな。きっかけは予言の書でした。何百年も昔の遺跡から発掘された書に、今コクーンを支えているクリスタルの柱が映っていた。ありえないことですよね。でもありえないことが現実に起きた。それで思ったんです。時を超えて未来を知る方法が現実に存在するなら、時を超えて過去を変える方法もあるんじゃないかって、歴史を変えて助けたかったんです。ライトさんだけじゃなくて、バニラさんやファンクさん、母さんも。過去を変えたくてずっと研究を。クポ現実逃避と言われても仕方ないですね。ただおかげで気づけました。僕らの他にも何者かが歴史に干渉している。そいつが過去を変えたんです。ライトさんは一度は帰ってきたはずだった、セラさんだけがそれを覚えていて、書き換わったとは限らない。もともと記録されていた予言かもしれない。最初の映像の続きか。これが未来の予言だとしたら、コクーンはいつか落ちる。ノエル、あなたの時代にはコクーンはなくなってるって言ってたよね。俺が生まれるずっと前にコクーンが崩壊したせいで世界はめちゃくちゃになった。その時コクーンを落としたのはカイアス。違う、そんなはずはない。ねえ、コクーンはいつ落ちるの？何年後？もうすぐなの？慌てるな、今から何百年も後だ。なんだ、ずっと先じゃない。みんな生きてないわね。生きてるよ。コクーンが落ちて世界が傷ついて、そんな時代に生きる人がいる。ああ、それが俺の生きた未来だ。変えようよ、ノエル。一緒に未来を変えよう。コクーンの崩壊を止めればノエルの時代だって変わるよ。どうやって？コクーンが落ちる現場に行って支えようとでも言うの？その時代に通じるゲートはあるの？それは直接その時代に行けなくても方法はあります。今の積み重ねが未来でしょう。数百年先にコクーンが落ちる可能性があっても、今から行動すればそんな未来を防げる。もし防げなかったら被害を減らす方法を準備します。今から研究して準備しておけば、たとえコクーンが落下しても地上の被害は最小限で済みます。了解。俺たちはゲートを探して未来を変える。あんたは今から準備を始めてくれ。変えましょう、未来を。未来が変われば、未来が変われば過去も変わる。セラさん。あ、なんでもないの。ホープ君、ありがとう。時を隔てても目的は一緒ですね。ホープは過去を希望に変えた。過去があいつの背中を押した、そして今もっと残酷な未来に立ち向かおうとしてくれている。セラ、お前もどうか歩いてきた過去を信じてくれ。クリスタルの柱があんなにもろく崩れるなんて。何百年もかけて少しずつ傷ついて壊れていった。そして戦争が起きてコクーンは落ちるんだ。なんでカイアスのやつが。ライトニングが戦ってた場所はバルハラだ。俺はあそこでライトニングに頼まれてセラを迎えに来た。そうでしたか。あれがバルハラ、不可視の世界。お姉ちゃんは私たちに時の歪みを直してほしかったのかな。だから時を超える力や魔物を操る力を私に預けた。何かの事情で動けないから最も信頼できるセラさんに託した、あり得る話です。いくつか謎は残りますが。質問。未来を救うには俺たちはどうすればいい。時空間の歪みを正す、つまり最も巨大なパラドックスを解決することだと思います。ノエル君、未来から見て史上最大の事件は何ですか。コクーン墜落。まさかそれも仕組まれたパラドックスだってのか。仕組んだ者がいるとすればですが、あるいはライトさんと戦っていた男がそうなのでしょうか。だったら最悪だ。惨劇は止めてみせます。みんなが帰ってこられる場所を僕が守らないと。ノエル、私最初はお姉ちゃんに会いたいだけだったの。でも今は違う。未来を救いたい。ありがとうセラ。行こう、次の時代に。クポー、扉と鍵を探す。クポー、今のところオーパーツの手がかりはないな。まだ調べてない場所がありそう。いろんな人に聞き込みをしてみようか。何かわかるかもよ。さて、この鍵はどこの扉のだ。遺跡の中には気配がないの。クポ、山の方で時空の乱れを感じた。クポ、未来は変えられるよね。俺たちが変える。それぞれの故郷に笑顔で帰るんだ。お姉ちゃん、ホープ君のおかげでやっと光が見えたよ。パラドックスを解決することが未来を救うことなんだよね。ホープ君も私たちもやり方は違うけど目標は同じ。未来の空を、コクーンを守る。そうすればきっとお姉ちゃんに会える。信じてる。ユル、バルハラか。お姉ちゃんはここにいるの。待った、なんか違う。ここはバルハラじゃない。似てるけど別物だよな。ここはゲートとゲートを結ぶ空間、時の狭間。こことして道に迷った？ちょっと休憩だね。女神の伝説っていうのがあって、え？ハンターが代々語り継ぐクリスタルの神話。苦しい時この言葉が支えになった。どんな言葉？女神エトロは絶対に諦めないものに扉を開く。それ神話っていうか、いわゆる人生の教えって感じだけど。同感だけど、不安で潰れそうな時はシンプルな言葉が一番効くんだ。ゲートを越えるごとにライトニングに近づけるって信じることにしよう、今から。うん、そうだね。不思議な世界だね。ここはバルハラとどう違うの？時の狭間はバルハラの影区構、ゲートの入り口と出口をつなげてる空間区構。調べてみるか。